重要な発言と言いながらもですね、何も考えてないんだろうなっていうのがよくわかりますよね。じゃあ今まで言ってくださいような話ですよ。それなんで言わなかったんですかの話ですよ。それこんにちは、しんすけです。今日はですね、あの分科会の先生がですね、コロナのワクチンに関しては安全性が確立されていないと言ってしまったということでね、お話していこうかなと思ってます。実はですね、8月の9日の日にワクチンの分科会があったんですね。その時にですね、中野先生がですね、メッセンジャー RNA ワクチンに関してはですね、安全性が確立されていないということをまあ言ったわけなんですよね。しかもですね、まあ一般の人もそうだけども、医療従事者もそうだということで言い出してですね、ちょっと衝撃だったわけですよ。このね、8月の9日の前、先月ですね、7月の段階では、このような形で、日本医師会の釜谷常任理事もですね、すべての人にワクチンは必要なくなりましたっていうことを言ったんですね。ね、もっと言うと、基礎疾患があったりとか、高齢者の人はね、接種をお勧めするけども、そうじゃない人にはですね、お勧めをするっていうことではない。だからっていうことで、この前の検討部会の承認の時に、努力義務っていうのを排除したわけですよ。排除したっていうのは、若い高齢者とか、そういう基礎疾患がない人に関しては、元気な人に関しては、今回のメッセンジャー RNA ワクチン、コロナのワクチンの努力義務は取り下げますということを言ったわけですね。その上で、6ヶ月以上の人たちには全てワクチンを打てるようにしますよと、XBB 型のワクチンを打てるようにしますよということを明言したわけです。それが、まあ、この前だったわけですね。それと同じタイミングで言った言葉がこのメッセンジャー RNA ワクチンですね。もっと言うとこのコロナのワクチンに関しては安全性が確立されてないということを言ったわけですね。だから定期接種はできないんだということを言ってます。これ実際に言ってる内容ありますので、それ見ていただこうと思います。字幕がですね、これ AI かなんかでこう見てくれてるんですけども、ちょっとね間違ってるなというところはところどころあるんですけども、なんとなく意味は分かってもらえると思いますので、そのままね字幕を流そうと思いますので、ぜひ見てください。どうぞ。ありがとうございます。一言だけ、31ページの対応方針のところですが、これまでの感染症の疫学的状況、その後ワクチンの有効性に関する科学的知見と費用対効果等について議論するとあるんですが、まあ、それらどれも大事でしょうけれども、ぜひワクチンの有効性のみならず、および安全性というのを、入れるようにしていただきたいということです。どうもそういう副反応のかリスクの問題どうなんだろうといったことが、十分考慮、重みづけを持って考慮されてるか、やや疑問に思いますので、その点についても、総合的に判断するということを、忘れずにしていただきたいというコメントです。次に中野委員お願いします。はい、ありがとうございます。先ほどからも、安全性のこととか、いろんなご意見が出ています。正直なところ、新型コロナワクチンって国民の皆さんはもちろん、医療従事者にとっても、その効果とか安全性とか位置づけがですね、まだ確立してない。まあ、世に出て短いから確立していなくて当然なんですけども、確立してないものだと思います。これで定期接種として接種対象とか法律上の位置づけとか、それだけを決めてしまうと、このワクチン、さらには、まあ、mRNA ワクチン、まあ、他のモダリティも出てくるかもしれませんが、まあ、感染症にとって予防は大切な手段なわけなんですけども、そこがはっきりしないまま、定期の接種の対象だけ決めるっていうのは、このワクチン本来の目的からすると、少し不十分な点があると思いますので、まあ、これは予防接種ワクチン分科会の話ではないかもしれませんが、その点、一点コメントさせていただきます。以上でございます。磯部先生から極めて重要なご指摘をいただいたと思っておりまして、ワクチンの安全性に関する評価、こちらについても、まあ、本日はご欠席でございますけれども、不可能検討部会も含めて、情報収集等いただいているところでありますので、適切に情報を盛り込んで、ご議論いただけるように、準備をしてまいりたいというふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。もう明確に言いましたよね。明確に定期接種にするということはまだできないよねと。なぜかというと安全性が確立されてないと。一般の人も、そして医療従事者でさえ、医療従事者、医者も含まれますからね。あんだけね、ワクチンを接種させておいて、打て打て安全安全って言っておいて、安全性が確立されてないということを、まあ、言ってしまったわけですね。これはですね、他の海外のデータ云々に関して、そこで安全性がっていうことではなくてですね、やっぱりこの日本の文化この中ではこういう発言があったわけですよね。やっぱり自分の国のことっていうのに関しては今まで安全安全安全といいですかいいですかいいですかはいで終わらせてたのに、いざこういうタイミングになった時にですね、確立されてないと、定期接種っていうものに関してはまだ考えないといけないよねっていう判断になってるわけですね。ただ今までが特例承認だったかもしれないんだけども、ほぼ定期接種化してるわけですよ。この2年間ちょっとでですね、ずーっと定期接種のようにですね、もう7回打ってるわけですね。3年間じゃないですからね、2年ちょっとですからね。それで定期接種化され
われてるわけですね。で、そういう状況の中で定期接種にするかしないかでは、まだすべきではない。なぜかっていうとっていうことで言ってるわけですよ。これはちょっとね、僕信じられないなというふうに思うんですね。やっぱりいろいろ考えた時にですね、この接種っていうものに関して、じゃあ最初からそういうふうに言っておけばですね、多くの国民が選択するっていうことはできたわけですよ。それを言ってなかった。安全だ、安全だ、安全だということをずっと言ってたわけですね。内閣総理大臣も言ってたわけですよ。安全だっていうことをずっと言ってたわけですね。だから3回目打てとか平気で言ってたわけですよ。だからそういうことをずっと言い続けた結果なんですよね。オミクロン株の感染力は強力です。日本でも感染拡大が続く中、最も効果的な予防方法はワクチンの3回目接種です。ワクチンを2回打っても、時間の経過に伴い、重症化防止効果は残るものの、感染リスクに対するワクチンの効果は低下してしまいます。ただ、3回目の接種をすれば、一旦低下したワクチンの効果を取り戻し、感染を防ぐことができます。私自身、1、2回目はファイザー社のワクチンを打ちましたが、3回目はモデルナ社のワクチンを打つ予定です。いわゆる交互接種です。交互接種の有効性については、十分な抗体価の上昇が報告されています。副反応についても、モデルナ社のワクチンの3回目接種は、2回目接種後と比較比べて、発熱などの症状は少ないと報告されています。交互接種の安全性、効果については、英国の研究でも確認されています。モデルナ社のワクチンであれば、長時間待たずに打てるところも多くあると思います。国民の皆様におかれましては、接種券が届きましたら、ご自身のため、ご家族のため、ワクチンの種類よりもスピードを優先して3回目接種を受けていただきますようお願いいたします。こうやって内閣総理大臣も安全だ安全だ安全だしか言わなくて、今になってですね、やっぱり懸念されることもちゃんと伝えた方がいいんじゃないかということを言って、厚生労働省もご指摘はその通りでとかって言ってるんですけども、その前の時にね、厚生労働省と議員団がね、こう集まった時なんか意見を言ったらですね、なんかもうはいはいみたいなあしらったような対応を取ってたわけですよね。そういう対応をしてるような、そういう厚生労働省がこうやってね、分科会の集まりではね、大変重要なご指摘をされましたみたいなね、もうわけのわからない、それ前からわかってるじゃんって話なんですよ。本当に何も考えてなかったんじゃないですかっていう話のレベルのことを今更話してるので、非常にね不快なんですよね、うん、こういうことが今現状として起こってるんです。これ8月の9日ですからね、2023年の8月の9日ですからね、2日前ですよ。そんなことが平気で起こってたっていうことをね、今国民が聞くとね、もう甚だ苛立ちしかないじゃないですか。だって実際にですよ、2000人の方がね死亡されたっていうことで報告が上がってるし、死亡認定としてね救済制度で上がってる人もですね、もうね今の計算でいくと300人を超えてくるんじゃないかっていうようなね、死亡だけでですかね、亡くなっている人だけで300人を超えてくるんじゃないかっていうような試算ができるような人数が今ね死亡認定されてるわけですよ。こんなん過去最大ですからね、過去最大の人数ですから。そういう状況、そして全てのワクチン接種、全てのこの40年間以上の全てのワクチン接種の保証制度の人数を優に超えてきたのがコロナのワクチン接種ですよ。こんなことがね平気で起こってて、何もなかったかのようにですね普通に振る舞えること自体がね、そのこと自体が本当にありえないなと思うし、これをねもう今すぐ知っておかないといけないと思うわけですね。こういうことがずーっとあった。そして、ね、あの時に過去になったら何か起こるんじゃないか、悪いかもしれない、怖いかもしれないっていうことを伝えていれば止まってたかもしれないんですよ。で実際にね、僕叩いてきた女医さんとかもいましたよね。まあこういう人いましたけども、実際にですねよく考えてくださいってことですよ。これはね子供に対してワクチン打て打てっていうね踊りを踊りながらですね相当進めてたわけなんですけども、実際にねこんなこと起こってますかっていう話ですね。こんだけ副反応が出ますよ、何パーセントです、何パーセントです、何パーセントですっていう出てますけども、こんなね副反応が出なくても結局ねどうだったんですかって話ですよ。本当にね見てるだけでも腹立たしいわけですよ。こんなね踊りをしながらですね、副反応ないですよ、ちゃんと打った方がいいですね、子供を守ろうとかって言ってるんだけども、申し訳ないんだけども、子供がねバタ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 倒れてね、もうもし亡くなってるんであればね、それはもう打たないといけないのって僕も思いますよ。もしね作ってそれで効果があるって言うんだと思うんだけども、全くもってそんなことなかったわけですね。亡くなる人はゼロではないです、いつも言うんだけども、感染をしてウイルスとか他の病気もそうですけども、亡くならない 100% 亡くならないっていうものはなくて、やっぱりね何人か亡くなる可能性はありますよ。だけどもワクチン接種をしてね副反応が出てね、いや何%あります
ります、何パーセントあります、発熱も 5% ありますみたいなこと書いてるんだけども、そもそもね、打たなかったらね、発熱とかないわけじゃないですか。確率ゼロじゃないですか。ワクチンによる発熱はゼロですね。打ってないわけですから。で、そう考えた時に打てばこうやって 5% ぐらい熱が出るかもしれないんだけども、じゃあこれでですね、どれぐらいの子供たちが守れるのかって言ったら、はっきり言ったら日本では未知数なんですね。なんでかっていうと、首相官邸で6ヶ月から4歳の子供たち、5歳から11歳の子供たちの接種率って出てるんですよ。これです。一番右側にね、乳幼児の接種率書いてます。その1回目だけでもですね、4% なんです。96% 打ってないわけですね。つまりは 96% の人が打たなかったけども、今こうやって現実としてですね、普通の生活ができてるんです。6ヶ月から4歳の子供たちですね。で、打たなかったとしたら、熱が出なかったわけですよ。そしてね、他の副作用とかね、副反応とか出るわけないんですよ。打ってなければね。そういうことを経験しなくても、今子供たちがバタバタ倒れてやばいんだっていうことはなかったわけですね。そこはしっかりと言っておかないといけないし、次ですね、小児接種に関しても 24% って書いてますけども、75% の子供たちが打ってないわけですね。一回も打ってないんです。75% 以上の子供たち。そういう状況でね、じゃあ今子供たちが小学校でバタバタ倒れてますかっていう話ですよ。そんなことないわけですね。もっと言うと3回目接種 9.8% ですよ。90% 打ってないんです。90% 以上が。でもね、1回目2回目のワクチン接種で、じゃあ抗体がまた残ってますかって言ったら、もう今の段階じゃ残ってないですよ。まあ時期にもよりますけども、2年前でね、1回2回目でしょ。その時に打ったとしても、今じゃあ抗体残ってるかって残ってないですよ。残ってないこの現状で、じゃあね、今そういう子供たちがバタバタ倒れてますか、亡くなってますかってないんですよ。そういう状況ですよ。にもかかわらず、さっきみたいなダンスを踊ってですね、もうわけわからないことをやってたっていうのは、本当にね、もうひどいことだと思いますし、僕はもう信じられないなと思いますね。まあ、こういうことを平気でやってたっていう女医さんね、いましたし、僕は散々叩きましたけども、エビデンスかとかって言ってるんだけども、いや、そもそもね、先ほどの中野先生言いましたよね。エビデンス云々どころか、安全性が明確でないって言ったんですよ。出ています。正直なところ、新型コロナワクチンって国民の皆さんはもちろん、医療従事者にとっても、その効果とか安全性とか、位置づけがですね、まだ確立してない。まあ、世に出て短いから確立していなくて当然なんですけども、確立してないものだと思います。このタイミングで明言したわけですよ。これ分科会の人が言ったわけです。僕が言ったわけじゃないですからね。明確ではないものに対して、ね、子供たちに打てると言ってたって、責任取らないとって僕は思うわけですね。これに対しては何も言わなくて、自分たちが安全だって言ったから、そこには弁明しないっていうのは、それは卑怯だなと思うし、首相がああやって言ったんです。安全性が分かってますって言ってるわけですよ。交互接種の安全性効果については、英国の研究でも確認されています。で、安全性っていうのはね、3回目接種してくださいっていう中で、ファイザー、モデルナでも安全ですよっていう意味で言ってるんだけども、3回目でも安全ですよっていうの取れるわけですね。もうそうやって接種流して安全性だけ伝えてるわけです。2分もあればですね、こういうリスクもありますなんていうことをちょろっと言うことはできるわけですけども、それさえ入れなくてですね、安全性だけ訴えたわけです。それも首相官邸の動画でです。そういうレベルのことが普通に起こっていたんだ、今まで。そこはしっかりともう僕らはね、覚えておかないといけないし、これ今からでかくなりますよ、問題が。もしですね、これ今言ったようにですね、過去最大のワクチン接種の保証人というのは300人ぐらいになった時はですね、もうそれは大問題ですから、はっきり言ってね、はっきり言って大問題です。そういう状況を作り出したのは国ですからね。そういう国であり、そういう分科会であり、そういう医者たちですから、そういう人たちが本当に責任取れるのかって言ったら、僕は取れないと思いますんで。もう逃げてますからね、実際にもう逃げに入ってますから、困るとか大変だとかって言ってるでしょ。そういうことばっかりしか言わないんですよ。いや、あんたたちの言ったことによってね、どんだけの人が困ってるんだって話ですよ。僕はね、さっき言ったように子供たちにここまで進めておいて、じゃあと何もなかったですよ、はい、よかったです、終わりですっていうのはないよねと思うんですよ。なんで今回努力義務を子供たちから外したのか。当時ですね、子供たちに努力義務つけてたわけですね。つけてなかったところからつけたわけですよ。無理やりつけてきたわけですよ。でもつけた結果これでしょ。でも何もなかったわけでしょ。じゃあ何か意味あるんですかって話ですよ。そういうところも検証しないままね、安全性が確立されていないっていうような、そういう発言を安易にするっていうのはちょっとどうかなと思いますし、それはね、国民の信頼もそうですけども、分科会の信頼としてもですね、かなり地に落ちたような、そんな発言になるなと思うし、それを厚生労働省がですね、どういうふうに捉えてるのか、まあ、重要な発言と言いながらもですね、何も考えてないんだろうなっていうのがよくわかりますよね。じゃあ今まで言ってくださいような話ですよ。それなんで言わなかったんですかの話ですよ。それさえも言えなくて重要な話ですねみたいなことを言うのは、まあ本当卑怯だなと思いますんで、まあ、僕もね、もうこういうことを聞くとですね、厚生労働省のそういう発言、もう本当にね、信用できないなと思いますし、適当だなというふうに思いますし、本当に国民のね、健康のことを考えてるのかっていうことさえも疑問に思ってしまうような、そんなレベルの状態ですので、もう一回ですね、しっかりと議論しながらですね、今までのことを検証し直してですね、どうだったのかっていうね、そういうことを踏まえた上でのね、分科会の話し合いしていただきたいなと思っておりますということでね、今日はこれにしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。
もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。